ありがとうございます。改めまして、皆さんこんにちは。仙台市ピアノ学院行きます、佐藤和樹と申します。今年で5回目、おかげさまで5回目のステージをいただくことができました。実は昨年度はですね、ステージいただいてたんですけど、ちょっと仕事の都合で、来ることができずですね、もし去年来たんだけどってお客さんいましたら、本当にありがとうございます。申し訳ない。今年はもう本当に2年分演奏したいと思うので、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。普段はクラシックピアノをやってるんですが、ジャズベースの時だけですね、ちょっとジャズに浮気したクラシックをやっております。もう一曲、クラシックのメロディーをモチーフにした一曲を歌いたいと思います。たまに一曲バイオリンしたいんですが、どこかで聴いたことあるメロディーかもしれません。たまにジャズをお送りします。どうぞ聴いてください。